パブリックビューイングは、スポーツ競技やコンサート等のイベントにおいて、スタジアムや街頭などにある大型の映像装置を利用して、観戦、観覧を行うイベントのことである。スポーツ競技では主にオリンピックや FIFA ワールドカップ、プロ野球、J リーグのリーグ選手版や、ポストシーズン、プロボクシングの世界戦で選手の地元向けなどに行われる。オーストリアでは、 ウィーン国立歌劇場のオペラのチケットが売り切れるのでパブリックビューイングされ潜在需要の掘り起こしに役立てている。街頭テレビのように会場が無料開放される場合もあれば映画館などで入場料を支払う場合もある。FIFA フフワールドカップ2006期間中のモニター付近の様子を主に以下のような目的で開催される。入場券を持たないが観覧、感染希望者が多い場合。 祭事、試合会場に入りきれなかった観覧、観戦希望者が出た場合、遠隔地で祭事、試合を行う場合、競馬、競輪、競艇の場外売り場での試合の中継、観覧、観戦希望者は、多い祭事、試合がテレビ放送されない場合、中継は行われるが当該地域でネットされないものや、地上範囲外での放送になるものも含む、テレビ受像機が普及していない場合、 祭事、試合会場に、監修、観客の立ち入りが不可能な場合。祭事、試合の終了後、他会場で行われている祭事、試合を流す場合。パブリックビューイングを放送新技術披露の場として、用いるケースも増えている。2012年のロンドンオリンピックや2014年の FIFA フフワールドカップブラジル大会では、NHK による、 スーパーハイビジョンを用いたパブリックビューイングが開催された。パブリックビューイングがテレビにおけるスポーツ中継の視聴率を低下させているとの指摘があり、鈴木雄二はパブリックビューイングも視聴率に反映する手法を開発する必要があるのではと提言を行っている。ありがとうございます。